こんにちは。どうも、よろしくお願いします。はい。綱助さんと猫まんまでね。はい。うん。なんか喋って。はい。猫まんまさんね、はい、猫大好きだから猫。猫。まんまって言うんだよね。そうです。桃井ちゃんも大好き。あ、そうですね。ありがとうございます。あ、ありがとう。どっちの声も一緒になっちゃった。なんだこりゃ。猫のことわざあるよね。ありますね。うん。うん、猫に小判、うん、猫に小判は使えない。あ、そう、うん、犬も歩けば猫も歩く。そうですね、だってえ、猫をかぶる、猫をかぶる、猫かぶる、ね、うちにも猫飼ってるんですけど、はい、いや猫背でさ、猫なで声で鳴いて、はい、猫舌でさ、そう、当たり前か。ねえ、もう思っちゃう。本当にバカでごめんなさい。いや、もみちゃん大好き。はい、ありがとうございます。ね、まあそういうわけでさ、猫まんまさんもさ、この間俺行けなかったんだけど、楽しい思い、焼肉、いいですね。行きたかったな。一生懸命ね、大棚に向けてね、うん、煽ったの。同時ね、ね、なんでこんな肉の匂いが、焼肉の匂いがする。それか、そうそうか。そうだよ。か、煙かったでしょ。約50キロ以上離れてたけどね。そうですね、うん。楽しかったでしょ。楽しかったですよ。ね、焼肉か。焼肉。あ、うん、アスパラが美味しかったんだよ。あ、そうなんだ。うん、この人焼肉食べに行ってね、うん、お財布から何か全部なくしてきて。そうだね。バカでしょ。ね。あ、びっくりしたよ。ね、やんなっちゃったよ。すぐ免許証はね、鹿沼行ってね。あ、そうだった？だって毎日のように警察に出前行ってんだもん。あ、そっか。うん。だから、あれ？気楽さん、免許取んのにここだと2週間ぐらいかかるよっつうの。そうだよね。うん。毎日出前行って免許がないのバレちゃうもんね。だから次の日休んで免許取りに行った、鹿沼に。そう、うん、いや、連れつけさんにね、私も習ってね、次の日ね、あれ、ドッグの美容院にね、うん、忘れてきたの、お財布。 あ、そうなの。そう、大事なもの入ってたでしょ、いっぱい。いや、いっぱい入ってた。そしたら、うん、免許証とカードがね、うん、そしたら私外にあのことしたと思って、うんうん、警察と郵便局で止めたの、うん、そしたらあった、お店から電話来た。いやー、それはよかったわ。そう、なったんだろうね。鶴助さんと一緒だったんです、うん、いや、でもついてるかついてないかの違いだよね。そうだね、うん、普段の行いいい人はそうに戻る。あら、そんなことないですよ。俺の方は一切戻りません。戻らなかったんですか。はい、だから、がっかりです、うん、あ、今度飲みに行った時はみんなの、あ、みんなのお財布じゃなくて常助さんのお財布だけ預かります。あ、中身も使ってちょうだい、ね、そして預かって、はい、あれし、払いますから、はい、そしたらなくしませんか。そうだね、そういうこともいいね。いいでしょ。てか、俺が主にかい。そうよ。あ、いいでしょ。で、もう最近弱くなっちゃってさ、この間韓国系のお店行って、なんか約束しちゃったんだね。あ、そう。で、電話が来てさ、うん、頼まれたもの届いてますよって言うんだよ。あ、そう。あれ、なんだろう。あ、お店に取りに行きますって言うの。よーく考えたらね、マッコリをね、10リットルも頼んでたんだ。いや、今日持ってくれよかったな、みんなに やんのにな。あれ、ずいぶん一日で飲んじゃった。いやいやいや、全然飲まないさ。甘いんだあれね、ちょっとね、うん、強いもんね。だから弱くなったって、いつから弱くなった。こないだお財布なくしてた。いやいや、もうダメなんですよ。もともと弱いんですよ。嘘を言って、うん、どのくらい頼んだんだか、何をどのくらい頼んだんだか分かんなくて、もう承知したような口ぶりでさ、はい、じゃあお店に取りに行きますって言ってさ、それまで心配で心配でさ、たらば、はい、マッコリ10リットル10本、1リットルのやつ10本。あら、うん、本当にバカでごめんなさいね。奥さんにめきって、うん、これもらったんだっつって、ね、言わないとバレちゃうんだ。あ、これ言っちゃったか。でもお母ちゃん見ねえな、これな。あ、そう、うん、じゃあ桃井ちゃん内緒ね。内緒。黙ってます。口が軽いけど。ね、そういうことでね、秘密をばらしちゃったところで、で、はい、次回またということにしますかね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいぞ、いいぞ。ウォーイ、ウォーイ。
はい、どうも、はい、はい、どうも。別に意味はありません。ただの景気づけです。ね、これを橋本徹に捧げる歌で、めめしくてて、誰が言うなと、原田圭介なと、うなぎ弁当も言うどと、ご紹介します。桃江ちゃんです。今日はネタを作るのに、ちょっと今作ったんで、カンペをここに置きますね。はい。ね、先ほど、あ、いらっしゃいませ。お母さんと一緒はこちらです。こちらおじいちゃんと一緒。チケット無料です。よかったら寄ってってください。まだ時間ありますからね。やっほー、ね、先ほど、ね、踊るポンポコリン、ね、いい歌ですよね。私らのスナックでスケベな親父が歌うときは、あのポンを地に変えるんですよ。歌いませんけどね。踊るポリンってなっちゃうんですね。ね、ま、先ほどコンプレックスベイビーカフェの、ね、コーヒーフロート大変美味しくいただきました。私なんじゃない。そのうちにね、え、いつもそんなことばっかり言ってて、え、逃してくれたことない。え、口動いてる。ああ、やっとそこまで行った。ね、普通は腹話術じゃ口動かないんですよ。で、修行をしすぎると。動いて見えちゃうんですね。だから一国道さんなんかまだまだなんですよ。私の行くには行ってないんです。ね、お母さんと一緒はこっち。こっちはおじいちゃんと一緒会場です。はい、どうもいらっしゃいませ。軽蔑のマナコ。ね、最近桃江ちゃん何ことわざ勉強してたって、ね、雨降って、お、雨降って地郎固まる、あ、違うんですよ、ね、地面崩れる、あ、そうかな、間違いではないね。石橋を、あ、石橋を叩いて壊す、あ、なるほどね、間違いではないな。犬も歩けば、犬も歩けば、猫も歩く、よー、よー、こっちはお母さんと一緒で、こっちはおじいちゃんと一緒のとこだから、よー、よっほー、ええ、ちりも積もれば、お、ちりも積もれば、ゴミになる、あ、間違いじゃないね、うんうん。可愛い子には無理をさせるな。なるほどね。あ、そうか、間違いではないね。なかなかネタの時間をいただいたんですけど、これで終わっちゃいます。またよろしくどうぞ。今日はね、はい、恵比寿コミックの中川栄さんとみおちゃんと坂内さん、はい、うん、こんにちは。はい、こんにちは。でもね、はい、はい、どうぞ。え、みおちゃんの話。みおちゃんの話、みおちゃん、昔あの、かわいいみおちゃんがってこう歌ったね。僕のかわいいみおちゃんが、ね、色が白くてちっちゃくて、どうした、前が垂らしたかわいい子、あの子は高校2年生、
ね、うん、あったね。ちっとも美人じゃないけれどなぜか、なんだっけ、タクタン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 、つぶらない瞳に出会うため、旅か、何にも言えない僕なのさ、なんて言ったね、またね、そう、私たちもちゃん、そう、若かったね、あったな、ね、はい、ほんと、はい、で、このみよちゃん、それ、うん、もう、うん、何、これ使って、これもう本当は陽一くんの妹、はあ、ね、陽一、うん、だから陽一で四よりも三にしたんですけど、うんうん、はい、はあ、ちょっとね、ちょっとまだ、でもこれだったらこれから売り出せますね、売り出せますか、ちょっとこの辺こうちょっとこうねシワが出てきちゃったんで、ちょっとごめんなさい、ね、少し今度人間ドックというかドックに入ってね、少しこう直してこようと思ってますので、うん、はい、はい、ちょっといくらが痩せたんだかしらね、ゆるキャラ、うん、今ね人気ですからね、そうですね、これで、うん、だんだんスターになりますね、うん、そうですかね、今度ね、大田原も、今は市長のつくひさんちだっけ、そうですね、これ、うん、あこのつくひあのつくひさんがね、はい、ぜひこの大田原の、キャラクターっていうか、それにしたいっていうようなことをちょっと、はい、言ってましたよね、あ そうですね、ぜひ今度ね投書してください、まあ、そうすると今度は皆さんがこのどこに今あるんだろうと、お空お空でね、そうですね、そしてね、ね、那須なんでしたっけ、那須の芸人、うん、お笑い芸人ね、今あそこではもうスターだって言ってましたよ、あそうですか、うん、もうてかこのね、うん、みおちゃんつったっけ、はい、このみおちゃんが出るつったっけ、あの会場いっぱいになっちゃうんだって、あ、まあ、でも本当はこの後ろのみおちゃんの下もみおちゃんなんですけど、ああそうか、あのね、エビスコミックさんのね、うん、はい、妹のみおちゃん、みおちゃん、じゃあ、はい、みおちゃん、はい、ほらね、みおちゃんなんですよ、ね、でみんなで見よう見ようなんてダメか、あそうです、ね、じゃあ時間になったら見せてもらえますか、そうですね、はい、そしたらあとは何喋ってるんですか、あ、エビスコミックさん久しぶりじゃないですか、今向こうではどんなあれですか、活動してるんですか、今は、結構、この間は桜祭りして日にちがこう決めたんだけども、その決めた日にち、あ、もう前から決めるでしょうね、でいざその時に行った時には桜一つもなくて落ちちゃって、はざる桜祭りっていうことで、その時に行ってね、あ、大人気で、まあ一応儲かでは、儲かってたんじゃあれだけども、まあ地元では、地元では、うん、知らない人は知らない、あちゃ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 、知ってる人は知ってる、うん、でそんなところでちょっとやってるんですけどね、だけどもどうもオタクが訛ってきてダメだななってこうよくやるんですよ、いやいいんですよ、うん、その訛りがね、で消えろなんていう時に、エロースネークとか、そこの、エイダさんとかやね、うんうん、そのイートイが未だにできなくて、でよく、あなたはダメですねなってやるんですけど、いやそんなことないですね、それがいいんですよ、もう本当にええんですよ、ええんだけど、なんだか聞いたような言葉だね、いいぞいいぞいい、これね、あ、あ、そうですね、あ、あ、ほうほうほう、これがいいんですよね、なんか認定賞を取ったんでね、もう僕が一応リーダーとしてそっちこっち活躍したいと思いましてね、そうですか、もうね、さとちゃんもね介護福祉士 ね、 あそうでね、取ったっていうのはいいことばっかり、嬉しい話ですね、どんどん芸人祭りね、夏の芸人祭りにはもうどんどん参加してね、そうですね、みんな意欲的ですね、そうですね、もう、はい、3人ね、新しくリーダーになったんです、そうです、だからね、ちょっとそっちこっちこうぐらが広げていきたいと思いますね。そ う、 ですね、うちの子の師匠もいい、いいかったからね。だから、ね、一発で、テストも合格したんですよ。
ね、ああそうですか。普通だったら何回か落っこんだっていうけどね、だけどもまあ特別指導がいいかったもんで、生徒も良かったんじゃないですか。なんだかね、いくらかこの、まあ、甘かったんだかも分かんないですよね、いやでもね、大したもんですよね、大したもんだ、ね、じゃあ最後に、はい、いいぞ、はい、いいぞ、イエーイでね、はい、はい、あ、じゃあミオちゃんはもう出なくていいんですか。ミオちゃんも顔出して、はい、ミオちゃん、はーい、じゃあ、はい、はい、はい、あー出てきたね、はい、はい、いいぞ、いいぞ、イエーイで、はい、はい、まあ、じゃあやそう、はい、あ、そんなにか、はい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 、イエーイ、いいぞ、いいぞ、イエーイ、やった、やった、イエーイ、はい、ありがとうございました。はい、大成功、はい、行くよ、はい、はい、那須の芸人祭り7月の21日日曜日午後1時15分から3時半まで、はい、那須野ヶ原ハーモニーホールコンプレックスベイビーカフェ、はい、楽しくやりますからぜひおいでください。待ってます。